こんにちは。今日は昨日の続きなんですけど、ニコちゃんからの素敵ビーのパート2になります。今回はニコちゃんのご家族の方がファイルをね4つも作ってくれたんです。すごくないですか？もうどれもねすごいボリュームがすごい重いんですよ。でこれ 1,2,3,4 って4冊も作ってくれました。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。でこちらがララキキさんっていう方で、メルカリでもね販売されているので、はい、ちょっとすごい楽しみです昨日のニコちゃんもちょっと大興奮だったんですけど、ちょっと4冊もすごくないですか？いや嬉しい、ありがとうございます。ララキキさんもねとってもね素敵なのたくさん作られてて、そう何回かねファイルもいただいたことあって、はい、もしね気になる方は概要欄にリンク貼っとくので、どうなんだろう、もし今も販売されてればなんですけど、はい、ちょっと今確認はしてないですけど、はい、ではねこの順番が振ってある1からいっていきたいと思います。いやすごい嬉しい、もうやっぱり私お裾分けファイルが大好きなので、すごいんですよこのボリューム、すごくないですか？ちょっと開けていきます。はい、まずこちらです。すごいボリューム、しかもすごい綺麗、作りがぴったりって感じで、すごい可愛い感じですね。すごい素敵なコラージュで、ちょっとオープンしていきます。ワクワクなんですけど、それでは開けていきます。おお素敵、なんかあるかな。昨日のニコちゃんのもそうなんですけど、お裾分けファイル本当になんか久々な気がします。ちょっとウサギちゃん引かしてもらって、それではオープンしていきます。はい、じゃーん、おー素敵、感じで、すごいこんな感じでめっちゃ素敵な袋ですね。ビニールでこういう感じで、すごい素敵です。これすごい、今回はねあんまり興奮しないようにしっとり紹介していきます。多分4冊あるからすごい可愛い、あ嬉しい、すごいこういう素材貴重ですね、ありがとうございます。こんなにたくさん、可愛い女の子、え、すごいたくさんありがとうございます。あ、嬉しい、袋いいですね、すごいしっかりしてて、この混んで合ってるのが素敵です。こちらがまず最初のページで、で続いてこちらです。これ何ですか？メモ、素材として使えそう、素材ですね。あ、なんかすごい初めて見ました、こんな感じの、ちょっとね光沢があるような感じで、かわいい、うん、これかわいい、
なんか大きさもこのぐらいなので手帳に使えそうですね。いやいいでしょうか、なんかこんなにいろいろいただいちゃって、まだちょっと出だしなんですけど、なんかボリュームがすごくて、これがここに入ってた、これトレペのあれなんだ、すごいしっかりしてると思ったらトレペにこんな感じでギフトシール貼ってます。でこの上がちょっと下げちゃうな感じです。両面ですね。あら、これ可愛い。これなんだろう。ヘッダーかな、これ。こんな感じで。ありがとうございます。めっちゃかわいい。やっぱ手作りの封筒いいですね。もう楽しい。はい。でこれが上にあって、で次のページです。じゃん。わあ素敵。めちゃめちゃ素敵なコラージュ。すごいかわいい。あこれ、あこれもこういう風になってんだ。すごい。めっちゃ楽しい。ここもねポケットになってます。わー素敵なコラージュだ。いやすごい使い方がすごい参考になります。これなんて言うんだろう、あこれがこんな感じで、すごい可愛いですね。こここのなんて言うんですか、こういう、なんて言うんだろう。これをね、後ろにこうやって貼って。しかもめっちゃ素敵。あ、これ見入っちゃいますね。あ、ここにも、中にも。これもね、貼ってある。わ、素敵です。ここのページ。すごい好き。かわいい。で、ここには、こういった素材ですね。嬉しい。かわいい。まだララキキさんメルカリで多分販売されてると思うので、めちゃめちゃ素敵ですね。もし気になる方は覗いてみてください。めっちゃ素敵。このページすごい好き。でこの上が、あーかわいい。コラージュが、あの、ニコちゃんのもそうだったけど、コラージュがやっぱ、すごい楽しいですね、見てて。あー、このページすごい好きです。かわいい。で、次のページです。おー、このページも好き。これどうなってんだろう。これが、こうなって、引き出す、おー、引き出すタイプで、ここがこういう、素敵。このいいですね。キラキラの。こういうタイプの。あ、すごい。わあ、いいですね。で、これが中に入ってて、こんな感じ。
さっきから本当に見入っちゃいますね。素敵。これも素材に使える。さっきの光沢があったんですけど、これは光沢がないバージョンですね。すごいたくさん、本当にありがとうございます。かわいい。これなんかちょっとね、厚手なんですよ。かわいい、ありがとうございます。色合いがいいですね。かわいい、かわいい色合いで、なんかみんなくる、すごいコラージュのクオリティがどんどん上がってって、すごいです。すごい参考にしたいことばっかりです。これがここにね、こんな感じで入ってます。あ、いいですね、すごい素敵です。でここのページです。あ、これページなんだ、こういうか。素敵なページで、これが、あ、ここがポッケになってて、で上にもポッケになって、すごい。これやっぱりさっきもそうだけど、この使い方ちょっと私真似させてもらおう。いいですね、これ素敵。そう、私もこれ買ったんですけど、コラージュにね、この女の人のとこにこういう風にやるぐらいしか思い浮かばなくて、これいいですね。素材としても使えるし、うん、勉強になります。これなんだろう、特殊なペーパーみたいな、こういう感じ、ザラザラした。はい。いや、いろいろ参考になりますね。やっぱ、お裾分けファイル見るの超楽しい。あ、超とか言っちゃった。すごい、やっぱ楽しいです、お裾分けファイル。で、この上ですね。ここがポケットになってて。あ、これも、こうやって袋をつけてるんだ。いや、参考になります。これステッカーだ。これなんかポストカードみたいです。で、ここに入ってて、で、この上です。で、この上ですね。もうやっぱりコラージュがすごい素敵です。どれもこんな感じです。いや、すごい好きな。これもすごいうまく使ってる。やっぱり10時10分だ。あ、この間友達にいただいたのも10時10分。ここに中にトレペが貼ってあります。いやー、かわいい。いやー、本当に参考になりますね。いや、コラージュがちょっと楽しすぎる。いや、すごい時間かかったんだろうなって、今。で、こんな感じの素材ですね。あ、使いやすそう。これはドアかな？ドア。あ、これもドアですね。切り抜けるようになってんのかな。ありがとうございます。上ですね。で、ここ、これがすごい。こうなってんの？どうなってつけてんだろう。こうなってて、で、ここにポケットがあって、このコラージュもすごいかわいい。
これバレンタインのなんですね。かわいい。このピンクすごいかわいい。スイート、バレンタインもの結局何も買わずに終わっちゃったんですよ私。だからありがたいです。こちらです。お花とクマさん大好きなコンビです。はい、でここにはこちらが入ってました。なんかウサギさんいらないかな、なんかさっきから取れちゃう。で次のページいきます。じゃん、あかわいい、すごい、いやもう楽しくてしょうがないんですけど、これがまた引き出し、あ違う、ここがもうポケットなんですね。わあーかわいい、しかもキラキラ、うーん、いやもう本当に楽しい、キラキラ、これがもうポケットなんですね。そう、こういうポケット、うーん、なんかすごいさまあまあもうじっくり見ちゃうんですけど、でさっきのこれもそうだけど、こうやってねちょっと固めのいいですね。でこの中がこれでの、わあすごい楽しい、メモです。用紙みたい、はい、結構に入ってて、私こういうコラージュメインのファイル本当に好きです。めっちゃ楽しい、いやーすごい。でここのページが、あこれ上に開くタイプですね。いきます。じゃん、あーかわいい。ここにはこれ、あれシャカシャカ袋ですね。あこっちがシャカシャカなんですね。で、ここが透明のバッグで、かわいい。かわいい。この中には、でもね、あのトレペが、あすごいね、しかもなんて言うんだろう、すごい丁寧な作りですね。うん、すごいね、私とはでもなんて言うの、私と比較しちゃいけないんですけど、すごいね作りが丁寧です。でここにはちょっと細かいのでこのまま失礼します。こういったシールいっぱいですね。あ嬉しい、あすごい素敵な、こういう感じの、かわいい、いろいろですね。これはもう手帳に使わせてもらいます。この人いいですね、紫の人、ありがとうございます。なんかいいですね、この色で合わせてるのがすごくかわいい。これ紫ですよね。どのページもなんか全部合っててさすがです。でここに入ってて、いやコラージュもすごい楽しんでますね、だらききさん。もう見てて分かりますもん。でこの女の子のページかわいい、すごい黄色、黄色好きだから、猫ちゃんが水になってる、あかわいい、これ、あマイメロちゃんだ、見てて楽しんでるなんて言ってるけど、きっとすごい悩んだりしてるんでしょうね。いやめっちゃ私は見ててコラージュに感激してるんですけど、いやでもこれだけのもの作るってやっぱ相当すごいんだろうなって思うんですけど、それをなんか4冊も作ってくださって
嬉しい。あ、かわいい。かわいい。これ、昨日ニコちゃんが、デザインペーパー。これ、私多分持ってないんだよな。この、クマさんの。で、この、コラージュが、かわいすぎる。こういう感じの大カットになってる。素敵なコラージュに使えそうですね。続いて次のページ行きます。じゃん。おお、ここにもすごい素敵なコラージュが。この組み合わせがキラキラのと。で、ここが引き出し。これいいですよね、この引き出し。ここにね、クマさんコラージュとかお花。これはキラ、綺麗、キラキラで。こちらもちょっと後にしましょうか。これがこういった素材ですね。はい。で、ここに入ってて、こういう感じの。はい、コラージュに、ね、使わせてもらいます。これがここに入ってて、次のページです。これがこんな感じで、これが厚紙になっててこういう感じで、あ、ここ蛇腹でした。じゃーん、すごい。しかもこの蛇腹のトレペがすごい素敵です。こんな感じで、こう、こう小腹っていうんですか。あ、これブルーの、あ、いいですね。こんな感じです。で、これがトゥトゥ、あ、いいですね、これ買うもの。はい、かわいいクマさんです。続いてこちらです。はい、ここが3ポケットの蛇腹ですね。いいですね、蛇腹。はい、で、この上ですね。で、この上にはまた素敵なコラージュの袋です。かわいい。はい、で、ここにはメモですね。ハートのメモと
きなメモ、はい、かわいいですねこのピンクピンク。はい、こちらと、で次ですね、じゃーん、あ、ここが最後ですね。これがこういう感じのポケットで、これが引き出し、すごい綺麗なこういうポケットです。すごい素敵なコラージュ、これすごい、中にシャカシャカが入ってるんです。いいですね、こんな感じで。こんな感じです。わー、すごいかわいい。すごい素敵なコラージュです。ね、中がどうなってるんだろう、なんかツルツルな、これを貼ってシャカシャカ入れてんですかね。すごいかわいい。はい、でこの中にこちらが入ってました。すごいかわいい、これ初めて見たんですけど、多分作家さんはわかるんですけど、もしなんかで間違えたら困るので言わないですが、すごいかわいい。あ、でも絶対そうだ。うん。アイジュエルさんですね。かわいい。こんなペットシールあったんですね。ん？え、これ何？かわいい。え、こうなってんの？これもね、ペットシールですね。うん、かわいい。え、これ白、ホワイト。めちゃめちゃかわいい。かわいい。これ知らなかったです。はい、ありがとうございます。なんか貴重、これ。めっちゃかわいい。はい。かわいい、これ。ずっと見ちゃいます。ここに入ってて。はい、こちら最後です。なんか終わっちゃうのがすごい寂しい。なんかほんと素敵で見入ってしまってたので、時間もすごい早く感じます。こちらはこんな感じの、やっぱすごい綺麗だな、作りがめちゃめちゃ綺麗なんですよ。この中がコラージュも一つ一つがすごい可愛いですね。これ私コラージュに迷ったら、あの見させてもらって参考にしよう。コラージュって結構迷うと、私いろんな方のねコラージュを見て勉強するんですけど、ララキキさんのコラージュめちゃめちゃ好きです。はい、可愛いポストカードとこんな感じ。お、すごい、これなんだろう、ステッカーかな、ステッカーではないけど白押しが入って、めっちゃ素敵なメモですね。白雪姫、楽しかったんですけど、ありがとうございます。いや、すごい本当に楽しかったです。何よりもコラージュがすごいすごすぎて、このボリュームのコラージュすごいですね。めっちゃ楽しかった。あとね、袋が一つ一つ全部ハンドメイドで、しかも
一つ一つに素敵なコラージュがしてあって、いやめちゃめちゃ楽しかった。このページすごい素敵、好きです。もうどのコラージュも好きなんですけど、うん、これをねすごい参考にさせてもらおうと思って、これいやー楽しかった。すごいコラージュがね素敵すぎます。めっちゃボリュームファイル、すごい、ありがとうございます。いやもうちょっと嬉しすぎる。まだこれ1個目なんで、ちょっとまたゆっくり見てしまって、次こちら2を開けていきたいと思います。はい、こちらです。先ほどとはちょっと変わって可愛い系のファイルですね。すごい、ここ貼ってあるんですよ、こういうのが、大カットの。これがこちらは可愛い系のファイルです。それではね開けていきたいと思います。はい、じゃーん、あすごい、やっぱ可愛い系だ、めっちゃ可愛い系だ。わーすごい、これ2人いる。え、これめっちゃ可愛い。かわいいかわいい言わないしようと思ったけど、一発目からめっちゃかわいいんですけど、ね、これすごいかわいい。これすごい。でここのページがこんな感じでかわいすぎる。このねこのペーパーとこのペーパーのデザインが合ってますもんね。あーかわいい、これやばい、これかわいい。シャカシャカ、こちらも裏面もねシャカシャカでかわいい。この猫ちゃんとウサギさん、すごいかわいい。 いやこうやって2個やるのって思い浮かばなかったですね。いやこちらもちょっと真似っこしよう。かわいい、ありがとうございます。でも最初から本当によだれが出そう。でメモです。かわいいメモ、かわいいしか出てこない。はい、これすごいかわいいな、本当にかわいい。これちょっと私もあんまわかんないんだけど、これなんか作家さんですよね。これこちらの猫、あ猫ちゃんだ、猫ちゃんとこのね2つかわいいですね。あかわいい、最初にお迎えしてくれたのがプミ、プミちゃんっていう、あプミって書いて、あれあれさっきもプミってあったような、あなんかあったありましたよね。でこれがあこうか、こういう感じで開いて、でこのページですね。ああ違う、これ引くんだ、こうやって。今これ動いたからすごい。これをこれね、猫ちゃん厚紙に貼ってくれて、これを引くと開きます。すごいすごいすごい、楽しい。でこちらにはこれ、私もはっきりは言えないからな、間違えたら困るかも。だいたいね頭の中では分かってるんですけど、はい、かわいい。はい、コラージュのセンスもすごいし、この仕掛けも作れるなんて本当にすごいわ。結構なポーチに、さっきあったような、これヘッダーなのかな、こうやってここにねちょっと折り目がついてるんですよ。こういう感じで使うんですかね。あかわいいね、こんなにたくさん入れてくれてます。ありがとうございます。なんか貴重なのにこんなにたくさん。
で、これを蓋しまって、こういう感じですね。すごいなぁ。なんて引っ張る。おぉ、すごい。で、この、あ、これは上じゃなくて、次のページですね。じゃん。あ、かわいい。なんかやっぱ全部揃ってると、開けた瞬間にパッてかわいいですね。で、このページが、こんな感じです。このページが、これが丸い窓。かわいい、ここ。牛さんとか、牛さんのようなペンギンのような。あ、やっぱアイジュエルさんですね。私、このゾウさんがね、好きなので。ゾウさんで、こんな感じの丸い窓です。すごいかわいい。いやー、参考になりますね。こちらにはメモです。牛乳メモ。これ何でしたっけ。このメモが欲しくてすごい探し回ったの昔覚えてるんですけど、あ、ケア部屋だ。ケア部屋。両面可愛いですね。なんかお得な感じ。可愛い。はい。で、これが丸い窓に入ってました。可愛い、この丸い窓に。ちょこんって牛さんがいるのが。で、ここが上がありますね。この上には、マイメロちゃんです。かわいいサンリオのメモですね。マイメロちゃんか。あ、クロミちゃんもいた。かわいい。です。あ、すごいかわいい。すごいな。このペーパーめっちゃかわいい。かわいすぎません。あ、これスライド式になってます。ちょっとウサギさん、これがん？どうなってんのこれ。かわいい。こうやって。スライドになってんですね。かわいい。すごいかわいい。やばい、またよだれ出そうになる。で、これがかわいいですね。このポケットにはこういう感じでかわいい。これがね、ちょっと厚紙になってきて、なんかもうなんだろう、すごいな。何言いたかったの。もう全然手抜いてないのが、もう一つ一つがね、すごい。全部、すごい。なんて言ったらいいんだろう。なんかお裾分けファイルとかって、自分で、私自分のですけどね。自分のファイルですごい思うんですよ。ここの場面、なんかちょっと考えすぎて、こういいやと思ったところっていうのは、もう後で見返してもダメなんですよ。そう、自分でも、あれと思うところは、
何度見てもやっぱり何て言うんだろう、そういうところがないんですよ。このさっきのファイルもコラージュがすごかったじゃないですか。だからもう一つ一つがすごい感動です。さっきはさっきであのコラージュがね素敵すぎたファイルなんですけど、これはもう可愛いがすごいですね。ララキキさん本当にありがとうございます。こんなにこれすごい可愛い。ここをねスライドさせると開けます。しかもこのペーパーが分かってるんですけどね、作家さんはこれその後はここのポケットで、わあ面白い、かわいい、かわいいしか出てこないんですもん。なんか滑り止めが欲しいわ。こうやってやりたいですよね。そうだ、ちょっと携帯ホルダーでちょっと滑らないように置いときます。はい、こちらです。リビさんですね。ここがピョンっていってスライドしてこんな感じです。かわいい、本当にかわいい。そう、私かわいい系も好きだしコラージュ系も好きだから本当に2冊嬉しいんですけど。でこの上ですね、上がこんな感じで、今キキララちゃんだ。うわ、ここにいた。上で、私もねこのペーパー買ったんですよ。なので今ちょっと調べました。なんか変なこと言うとあれだから、アイジュエルさんですね。そうそう、私もこれ買ったんです。この使い方ちょっと真似させてもらおう。何でも真似しちゃう、可愛いのは。これこの子を切り抜いてこれにしたんですよね。可愛すぎる。こういうページにしたらいいんですね。なんかこうやってみんなつながってるからちょっとね使い方が難しいなって思ってたんですけど、こうやって1枚のページにしちゃえばいいのか。いや、すごいかわいい。ありがとうございます。で、次のページです。あ、こっちもかわいい。ここ最後のページですね。スイカじゃない。メロンに乗ってる。これもスライドするやつだ。こんな感じで。あ、かわいい。こんな感じで。で、ここが蛇腹ですね。蛇腹のペーパーもこれ。かわいい。一枚一枚が。本当に可愛いですね。ね、ここ見ていきます。これをスライドさせて、まず1枚目、あ、これはすごい貴重なねねさんのこの白押し入りのメモですね。綺麗、めっちゃ綺麗ですよねこれ。ありがとうございます。すごい綺麗。が最初のページで、続いてが、かわいい、レトロアニマル、あ、リーベさんですね。書いといてくれたら分かりやすい。かわいい、これ手帳に使いたい。はい、これが2つ目で、あ、これディズニーですね。かわいい。ディズニー私好きなんですけど、あんまり紙物持ってないから。こんな感じの。あ、かわいい。ダッフィーちゃんとか。ダッフィーちゃんじゃないや。ステラトゥーンだか。またね、変なこと言うと。ドナルド。かわいいですね、これ大カットで。え、これも手帳に使わせてもらいます。
で、これがここに入ってて、最後ですね、はい、こんな感じのメモです。はい、はい、こんな感じです。かわいい、このメロンにちょこんと座ってるのが、でこんな感じですね。でこのお猿さんのデザペンもかわいい。はい、で最後のページです。なんか本当に、ね、終わってしまうのが毎回悲しくなるあ、これここにシャカシャカが入ってます。ちょっと後ろにしちゃって、こんな感じでシャカシャカの、かわいい、やっぱシャカシャカかわいいですね。はい、でこちらです。これが格子になってるんですよ。かわいい。でここにはこれもこうやってビニールこっちになってるんだ。うん、すごい、やっぱ作りがね、全部丁寧なんですよね。へえー、すごい。これかわいい。こちらです。かわいい梅の花かな。あ、これダッフィーちゃんだ。しまったいや本当に楽しいんですけど、なんだろう、ファイルがやっぱ楽しい。はい、こんな感じです。いや、こっちは可愛いがテーマっていう感じですね。いや、ここ可愛すぎる。これ、いや、私もこういうページを作ってみたい。なんか全部やっぱテーマが決まってるから、すごい開けた瞬間にね、かわいいってなるんですよね。うん、そう、これね、一発目のこれやばかったですね、かわいくて。これめっちゃかわいいですよ。ありがとうございます。いや、もうこのファイルもすごかったすごい、ララキキさん、すごい、かわいいがテーマの、私が勝手に決めてですけど、はい、もう最高でした。はい、2冊目がこちらですね。いや、楽しい。はい、続いてこちらの3番目ですね。こちらを開けさせてもらいます。ジャバラファイルっぽいですね。じゃーん、またまたね、コラージュが素敵です。こんな感じで、すごい細かいコラージュがいっぱいしてあって、素敵すぎる。すごい、ずっしりで開けていきたいと思います。もうコラージュ、なんか開けるとか言って、ちょっとコラージュが、なんだろう、本当になんか勉強になりますね。こうやってやればいいのかっていや、私マジね、なんか発想力がないんですよ、私。そうだから、いつもワンパターン化になっちゃうから、こういうコラージュをしてみたいんですよ。いや、参考になりますね。ではね、こちらを開けていきます。オープン。じゃあ、すごい、たくさんのページがある。ペーパーもかわいいし、ここもね、あ、すごいいっぱい入ってますよ。ちょっとこれもうさちゃんに、
してますね。1個目からいきます。わあ、これもコラージュしてある。すごい。いや、本当にすごいですね。嬉しい。あ、これすごい貴重なねねさんのですよね。嬉しすぎる。このペーパーも素敵だし、コラージュがやっぱり素敵だわ。こうやって本とかこういう発想がやっぱり勉強になるな。これ嬉しい。私ね、これは買ってはないんですけど、あのお裾分けでいただいたりしてて、そう、これすごい可愛いねねさんなんですよね。ありがとうございます。貴重なの嬉しい。いや、すごいな、ララキキさん。本当にこんなに、さっきこれ、さっきのこれ、これです。これこれ、またまたこんなに入ってる。いいんでしょうか。これすごい可愛いですよね。これさっきも入ってたけど、こんなに入れてくれてる、ありがとうございます。いいのでしょうか。あー、これもすごい入ってる。これもね、さっきも入ってたやつですよね。嬉しい。これこのペット素材のこういう感じの、本当に可愛い。これありがとうございます。こんなにいっぱい。さっきのお猿さんもいる。ちょっとこのまま、こんなに、あれでもこれはちょっと太いのかな。ちょっと待ってくださいね。これだけ見たい。ちょっと太いやつかな、これ。ありがとうございます。こんなにたくさん、最初からすごい。またまた素敵なコラージュだし。で、この最初のページですね。で、次です。あ、またまた入ってますけど、こんなにいいんでしょうか。で、さっきのモンキーちゃんで、これ、これも可愛いと思ってた、この、チケット風のペット素材の。可愛いですよね、これ。こんな感じで。ありがとうございます。すごい嬉しい。なんかもうファイルだけでも嬉しいのに、中身もこんなにたくさん素敵でね。こちらです。またまたすごい。これなんだろう、和な感じの。あれ、私これつい最近買ったかな。このなんかね、すごいパリパリいい音のするトレペを購入したんですけど、それかな。すごい音がいいですね。すごい、トレペの使い方も参考になるな。すごいすごい。あ、ここにもペットシールが入ってる。たくさんですよ、これ。なんか興奮が収まらない。もう最初から今3冊目でずーっと興奮状態です。ありがとうございます。こんなに、これもかわいい。これちょっと和な感じだけど、すごい使い方がね、うまいですよね。はい、これが入ってて、3個目ですね。あ、かわいい。で、こちらです。かわいい。やっぱりね、このコラージュの発想がやっぱりすごいな。この時計とクマさん重ねてみたり。あ、ここにもペットシールだ。しかもこのシール、これだ。この使いやすいようにも、これピロンと剥がせば使えるやつですね。おー、すごい嬉しい。たくさん、これもだ。
こんなにたくさんありがとうございます。あ、すごい嬉しい、かわいい。はい、いや、すごいたくさんなんですけど、こんなに。音も楽しめて、コラージュも楽しめて、本当にもう最高ですね。で、次です。すごい、いや、もう全部コラージュしてある。いや、もう本当に嬉しい。可愛い男の子だ、こういうね。わー、見入っちゃいますね。あ、これこちらもねねさんの。こんなにたくさん、この額の額縁、なんていうんですか、このシリーズ。こんなにたくさん、ありがとうございます。これほんと素敵ですよね。で、この使い方がね、さっきのララキキさんの、私真似させてもらって、この後ろに英字の貼って使おうかなって思います。いや、こんなにたくさん、ありがとうございます。すごい。いや、中に入ってるものも大量だし、かわいいな。で、ここで次行きます。いや、もう楽しみじゃん。わあ、こんな感じです。うわ、ステッカーだ。こんな感じです。素敵。すごいステッカーなんですけど、光沢がすごい。こういう感じで、初めて、これ私写真のようなステッカーですね。うん、すごい写真みたい。すごい綺麗。あ、これはいろんな種類があるんだ。これはね、サラサラしてます。あ、これも写真のような、すごい。たくさんありがとうございます。いや、かわいい。ブランコに乗ってる。いや、嬉しい、ありがとうございます。はい、こちらにはこんな感じですね。すごい、もう感動感動。で、ここに入ってて、続いてこちらです。ララキキさんのコラージュファンになっちゃいました。本当に楽しい。あ、やっぱり10時10分だ。ニコちゃんの昨日のラッピングのコラージュもすごかったですよね。なんかみんなコラージュがセンスがありすぎる。私ね、本当になんて言うんだろう、こういう女の子切り取って後ろに英字貼ってって感じなんですよ。なんか面白みがないんですよ。そう、面白みがないんですよ、私のコラージュ。ほんと皆さんの作品勉強になります。ステッカーもこんなにたくさん、ありがとうございます。本当に感謝です。これすごいですね。さっきから言うけど、写真みたいなステッカー、すごい。ちょっと後でやってみるけど、これ QR コードねあるけど、見てみよう。 ありがとうございます。本当にたくさんですね。はい、これがここで、
続いてこちらです。あ、これはまた違う感じで、こういう感じです。こちらはこんな感じですね。素敵だ。袋作りがね、本当に丁寧。もう見て分かりますよね、丁寧なの。で、この中には、あ、これもねねさんのあれじゃないですか、素敵な白押し入りの、いや綺麗、すごいたくさんありがとうございます。本当に貴重ですよ、こんなにたくさん。これ本当綺麗ですよね。こういう感じの綺麗。すごい綺麗。なんか確かねねさんのってこれ1柄しか入って2柄ずつ入ってんのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、なので私にとって貴重なんですよ。それをこんなにたくさん、ありがとうございます。いやもう本当に感謝ある、感謝、嬉しい、ありがとうございます。こんな貴重なもので、ここに入ってて、すごい袋作りが本当にね、参考になる、うまいですね、ありがとうございます。でね、また悲しいことに最後ですなんかもう終わっちゃうのが本当寂しいんですけど、じゃーん、最後です。こちらです。かわいいな。使うんだ、すごい、本当に参考になります。あ、こんなに入れてくれてる、ありがとうございます。本当にこれすごいな、こうやって靴、この靴こうやって使ってるのが本当にすごい。こういったあの枠ですね、本当にありがたいです、ありがとうございます。これをね、あの使い方まで私今日お勉強させてもらったので早く使ってみたいですね。かわいい、すごい、ありがとうございます。本当に貴重なのに、なんかもう知らない間に1時間半経ってますが、時間があっという間ですね。本当に見入ってるので時間なんか全然気にしてなかったです今回はちょっと長い動画ですけど、うん、ちょっとすごい楽しいから、うんこんな感じです。いろいろな使い方が本当に参考になりますね。ありがとうございます。いや、これもめっちゃ楽しめましたね。だって袋が一つ一つが素敵すぎる。こんな感じです。ありがとうございます。かわいい。はい、これが3です。で、最後ですよ。最後、じゃーん。4番目です。これを開けていきます。じゃんじゃんじゃん、こちらも蛇腹ファイルですかね、こういう感じで、またまた素敵なコラージュが、さっきのこの枠とか、やっぱこうやってね、さすがだわ。これ持った感じがすごくなんかしっくりきていいですね。やっぱりこれも10時10分だ、なんかこういうのって全部10時10分なんだ。
素敵なコラージュ。素晴らしい。うん、すごい。パチンっていく。パチンって。パチン。じゃーん。あ、トレペだ。トレペの、こんな感じのポケット作ってくれてます。すごい。じゃん。で、中にも入ってますね。まずこちらです。あ、これ、かわいい。メモですね。こういう感じの、ちょっとちっちゃめのメモです。まあ、メモとしても使えるし、素材として使えますね。あ、かわいい。このサイズは手帳に使いたいですね。はい。ありがとうございます。で、ここに入ってて、次です。あ、これもメモかな。かわいい。これ結構しっかりしたメモですね。これもこんな感じの。いろんなお顔の女の子です。次がこちらです。あ、またこのサイズ可愛くていいですね。手帳に使えるっていうのがすごくいいです。ブルーですね。ブルーとホワイト、そう、最近好きなんですよ、この色の組み合わせ。はい。で、ここに入ってて、でこちらですね。いろいろな、なんか、バージョンがあるんですね。じゃーん。かわいい。はい。ああ、ララキキさんのファイルがすべて終わってしまう。すべて終わってしまいますよ。で、最後です。このサイズとこの女の子がめっちゃ可愛いです。はい、これがね、ララキキさんのすべてのファイルと中のものを紹介、終わっちゃいました。で、本当に終わっちゃいましたって感じです。あー、終わっちゃった。はい、これもこれいいですね。パチンって、あ、素敵です。いや、もうすごい感動、本当感動もんですよ。本当にありがとうございます。いや、もう本当になんか時間があっという間すぎてありがとうございます。でね、これ 1,2,3,4、 いや、もうすべて楽しかった。いや、もう勉強になることばかりでありがとうございました。本当に本当にありがとうございます。本当に感謝しかない。革のコラージュメインのファイルと、この可愛い系のファイルと、でこちらのジャバラの、とにかくもうコラージュがすごいのと、なんて言うんだろう、ララキさんのいろいろな、なんて言うんだろう、結構みんなコラージュメインとか可愛いのメインっていう分かれるんですけども、両方すごい、本当すごかったです。ちょっとララキキさんに確認してからなんですけど、ララキキさん、メルカリでね、販売もされているので、一応ね、聞いてから確認取れたら、概要欄にリンク貼っときますね。はい。わかんないですけど、今ね、ちょっとやられてるのかわからないんですけど、もし OK 出たらリンク貼っときますね。はい。あとね、こちらもね、ララキキさんからデザインペーパーのお裾分けも入れてくれました。しかも可愛い、このペットテープ。マステじゃなくてペットテープなんですけど、アイジュエルさんだ、かわいい。これすごい、たくさんのペーパー入れてくれてます。こちらもね、ちょっと見ていきたいと思います。両面リボンです。
あ、こちらも両面ですね。あ、素敵、これいいですね。しかも2枚も入れてくれて、2枚ずつ入れてくれてる。あ、素敵だ。これさっき使ってたやつですね。になってんですけど、めちゃめちゃ素敵。あ、すごい、こんな貴重なペーパー。いや、使いのもったいないけど使ってみたいです。あ、これもですね。すごい、すごい、ホログラムだ。え、すごい綺麗、ありがとうございます。感じです。いや、デザインペーパーも持ってなくて、素材系とかすごい嬉しいです。ありがとうございます。すごいたくさんだ。途中に出てきたすごいホログラムの、これすごいですね。このホログラムのデザインペーパー、すごい素敵で、ありがとうございます。ちょっとこれも使わせてもらって、なんかね、作品作りたいですね。本当に何から何までありがとうございます。いやー、もうちょっと終わってしまうんですね。終わってしまうんですね。いや、すごい楽しかったです。ありがとうございます。ちょっとこれまたちょっと眺めを。何かに困った時にはちょっと眺めて楽しみたいと思います。本当に今回はたくさんのファイル、本当にありがとうございました。本当になんかもう、なんて言うんだろう。改めてやっぱファイルが私大好きなので、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。そしてニコちゃん、本当にありがとう。なんか、ね、もうずっと変わらず応援してくれるっていうのが何よりも本当に嬉しくて、はい。これからも、私もニコちゃん大切にしたいし、うん、これからも変わらず応援してくれたら嬉しいです。今回はね、本当にニコちゃん便とこのララキキさん便と、もうたくさんありがとうございます。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、本当にありがとうございました。私からもね、ぜひなんか作ってね送りたいんですけど、多分ね、しばらくちょっと先になるかもしれないんですけど、待っててくれたら嬉しいです。はい、それでは皆様も長い動画で私の興奮状態を見ていただき本当にありがとうございます。またね、
私もこういったララキキさんとかニコちゃんの作品を参考にしていろいろね作っていきたいと思います。本当にニコちゃんありがとう。本当に感謝感謝です。はい、それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。